皆さんこんにちは、レバレジーズ公式チャンネルの飯野です。今回のテーマはレバレジーズ知得情報ということで、レバレジーズの社員に突撃インタビューをしまして、皆さんが知って得をするような情報を聞き出していきたいなと思います。で、今回のテーマはですね、内定から入社までの過ごし方です。旅行に行ったり、アルバイトに熱中したり、卒論に追われていたなんて方もいらっしゃるのかななんて思うんですけれども、レバレジーズの社員がどんな過ごし方をしていたのか聞いていこうかなと思います。お仕事中すみません、今、はい、インタビューさせていただくことって可能ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。今、内定から入社までの間どんなことしてたのかっていうのをインタビューしてるんですけど、どんなことされてましたか？そうですね、もともとその貯めたお金で行く予定だったのが海外旅行っていうのを一人でちょっと行ったっていうのがあります。一人でですか？あ、そうです。どこに行ったんですか？まあ、ヨーロッパに5カ国ぐらい行ったんですけど、まあでも3週間ぐらい。でも僕全然英語とかも喋、ね、れなくてもうなんか一人でなんか最後行ってみたくて、学生ならではできることしようと思って行きました、はい、なるほど。なんか今そういった経験をされて、新しくチャレンジしてみたいことだったり、行ってみたいところだったりあったりします？そうですね、今はやっぱり海外に行くっていうのが、まあ、コロナ禍っていうのもあってあんまり想像ができてないんですけど、やっぱ仕事の中でやっぱり今は自分ができないことみたいなところに新たに挑戦しようという気持ちがあります。内定から入社までどんな過ごし方をしてきたのかっていうテーマでやってるんですけど、どんなお過ごし方をされましたか？そうですね、僕は結構アルバイトをしていたかなと思います、はい。うん、どんなアルバイトされてたんですか？2つやってたんですけど、塾のそのチューターっていうところと、あとコンサルタントのその資料作成のアシスタントのバイトをしてました。なんか難しそうなアルバイトですね。まあ、そうですね、ちょっと最初は大変な感じのバイトです、うん。チューターっていうところに関しては、まあ、学習塾にはなるんですけど、それの、まあ、生徒の進路相談だったりとか、まあ、バイトの育成だったりとかをしたっていう感じで、本社の資料作成みたいなところに関しては、実際にその打ち合わせで使うような資料だったり、あとは研修とかで使われるような資料みたいなところの作成みたいなところを主にしてました。その経験が今のお仕事で生きていることってあったりしますか？そうですね、なんか実際その新卒始まった時って、パソコンのタイピングだったりとか、まあGoogle スライドだったりとか、はい、まあ、スプレッドシートみたいなところの扱いに、はい、他よりも結構慣れてたみたいなところは、うん、なんかスタートダッシュすごい切れたかなみたいなところはあったっていうところはあります。なるほど、いや素晴らしいですね、ありがとうございます。 ありがとうございます。内定から入社までの間どんな過ごし方をしてたのかっていうのを聞いてるんですけど、はい、どんな過ごし方されてましたか？はい、僕今内定者インターンという形で、入社までお仕事をさせていただいてまして、レバテックの方で、インターンで働いてました。あ、そうなんですね。どのくらいの期間インターンされてたんですか？そうですね、2018年7月です。8ヶ月程度ぐらいですね、入社まで。結構長い。内定もらった企業でインターンシップしようと思ったのって理由あるんですか？はい、一つが、まあ、先に社会人として経験を積んでみたみたいなところが一つと、あともう一つは、なんか入社してから同期に負けたくないなっていうのがあって、まあ、そういう思いがあってやり始めたっていうのがあります。具体的にどういうお仕事をインターンではされてたんですか？はい、今レバテックフリーランスっていう、フリーランスエンジニアさん向けに案件の紹介をするサービスの法人営業で従事しているんですけど、そこの、開拓、新規の開拓、企業法の開拓であったりとか、あとはエンジニアさんのマッチング業務ですね、を見ていました。インターンの経験が生かされたなって思った瞬間とかあります？はい、社会人の方と関わるマナーみたいなところであったりとか、まあ、あとはこうお酒の場とかでの先輩へのこうお酒の継ぎ方であったりとか、ビジネスマナーがなんか学んだことの方として多かったなと思います。いや、参考になりました、ありがとうございます。この間ですね、新規事業コンテストっていうのがありまして、そちらでちょっとお知り合いになったクリキちゃんという子なんですけれども、クリキさんはどんなことされてましたか？ああ、なるほど。結構大部分の時間は卒論に結構力を入れてました。真面目だな
どういうテーマで？ですね、私は歴史学が専攻だったんですけれども、自分が所属しているゼミがイギリス史のゼミ で、はいはい、でちょうど18世紀頃の、ですね、精神病患者の方がどんな風な待遇を受けてたのかとか、あと世の中の人がその精神病に対してどういう考え方だったのかみたいな、ちょっとニッチな卒論を書いてました。執筆期間というか制作期間はどのくらいだったんですか？はい、そうですね、波はあったんですけど、まあ、トータル集中してやってたのは 4、5 ヶ月かな。いやー、はい、私なんか駆け込みだったので本当に偉いななんて思いました。レバレジーズに内定してから入社までの間、どのように過ごしてましたか？そうですね、私が内定をいただいたのが大学4年生の4月だったんですけれども、はい、まだ周りの友達が就活が終わってなかったので、主にアルバイトをして過ごしてました。なるほど。どんなアルバイトされてたんですか？はい、私が予備校の、広報チームで働いていまして、はい、例えばホームページに新しいページを作るですとか、集客のために新しいこういう施策をするっていったお仕事を主に担当してました。就職してから必ず働くじゃないですか、はい、それでもこの入社前までにそれだけ働こうと思った理由とかってあるんですか？そうですね、あんまり働くとは思ってなくて、ただやりたいことだったので時間を費やしていたっていうようなイメージですね。なるほど。今学生さんの方にその内定してからこんな過ごし方したらいいよっていうアドバイスとかってあったりしますか？なるほど。そうですね、勉強でも遊びでもアルバイトでも何でもいいと思うんですけれども、なんか挑戦してみたいなと思ったことには何でも挑戦してみるっていうのを私はお勧めしたいなと思っています。やっぱり社会人になってからも何でも挑戦できるとは思うんですけれども、フットワークの軽さみたいなのは学生ならではかなっていうふうに思うので、はい、たくさんこの1年とか半年とかに挑戦してもらえるといいかなというふうに思います。素晴らしいメッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上、レバレジーズの知得情報、内定から入社までの過ごし方でした。学生時代最後の時間にもなりますので、ぜひ皆さんには、悔いの残らないように過ごしていただきたいなと思います。これで今日の動画は以上になります。概要欄には企業ブログや採用情報なども載っていますので、こちらもぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。